2つの最終規則について、まとめてご説明したいと思います。非常に似ておりますので、人用食品向けの予防管理、そして動物用飼料向けの予防管理、この2つを最終規則ということで、お話しいたします。非常に名前は長いんですけれども、人用食品、これはCGMP、それから危害分析、それからリスクに基づく予防管理となっておりまして、動物用も非常に似ております。ただこちらは対象が動物用の飼料となっております。で、これは CGMP 製造管理品質管理下旬21FCR のパート10、それからFISMAの要件、これは危害分析リスク基づく予防管理、これを組み合わせたものとなっております。動物用に関しましては初めて CGMP が適用となっております。伊藤様からお話がありました。で、人用食品を製造加工保管梱包する施設が対象となっておりまして、食品薬品化粧品法415条に従って FDA に登録が義務付けられている施設となります。つまり農場には適用されません。また食品小売店舗も対象外でございます。これらの運営に関しては登録が必要ありませんので対象外です。ただ一つ例外がございます。農場によりましては製造をやっているところがございます。これはいわゆる混合型の施設と呼んでいるんですけれども、農業活動があります。この農業活動に関しては登録が必要ないので適用外でありますけれども、それと同時にそういった予防管理の対象となっている活動にも従事されているので、そういった場合には登録が必要です。それからこちらは国内製造食品及び輸入食品に対して適用されます。つまり米国内で消費される食品すべてが対象となります。ただいくつか一部免除規定、それから終戦要件が適用されます。これは大体が機械分析、それからリスクベースの予防管理に関連するものです。それではちょっと免除規定を簡単に見てみたいと思います。すでに伊藤様からいくつかのお話はございました。まず最初が適格施設の話です。これは基本的には零細企業となります。次のスライドでまた説明したいと思います。それから低酸性酸度の低い缶詰食品記載の対象食品、こちらは微生物の危害のみ免除規定となっております。物理的あるいは化学的なもの、この場合には食品安全計画が必要です。またHACCPの対象となっている食品、CCP、HACCPの対象となっている食品ですね、海産物過剰でありますけれども、こちらは危害分析リスクベースの予防管理は免除となります。HACCPが非常に類似しておりますので、これは非常に似通っているということで、HACCPと予防管理食品安全計画違いについては非常に関心のあるところかと思いますので、後ほど説明いたします。それから栄養補助食品アルコール、これも免除規定が適用されます。やはりこの危害分析、それからリスクベースの予防管理適用外です。で、4つ要件があるんですけれども、適格要件修正要件があります。売上が100万ドル未満、それから販売と加えて、その市場価格、製造加工、包装、保管といったものが平均100万ドル未満、これに関しては修正有権で、動物用も非常に似ておりますが、その域値が250万ドル未満となっております。で、これらは安全計画は求められませんけれども、ただ GMP の要件は対象となります。そして監査を受けることになっています。それから登録をして適用除外を受けない場合、その場合には食品安全計画というものが必要です。安全性計画、まず危害分析があります。危害を特定される、そしてこれに予防管理が必要であれば予防管理も確立しなくてはいけません。
そしてこれに関してはちゃんと手順がありモニタリングが明記されていなくてはいけません。また是正措置手順に関しても、そして文書による検証手順の記載も必要であります。プランがきちっと期待されるように行われているという検証が必要です。また危害分析というものが必要になります。またリコールプランも必要であります。多くの施設はサプライチェーンプログラムも必要になります。これも後ほど詳述いたします。でまず安全性計画危害分析から始まるわけですけれども2部構成となっております。まず危害の識別と危害の評価ということになります。危害の識別なんですけれども基地のあるいは合理的に予見可能な細物的科学的これは放射物理的これは放射能を含みますけれどもこういったものを考慮しなくてはいけません。自然発生の場合もあれば意図せずして導入されるあるいは経済的利得のために意図的に導入されうるものです。これはこういった食品つまり何か疾病とか障害につながりうるそういった危害を考慮しなくてはいけません。そして評価に関しましては予防管理をしなかった場合に疾病障害が重篤がどのくらい重篤なのか発生確率も考えなくてはいけません。また人用尺位に関しましては環境病原体の評価が必要になります。環境にさらされるインスタント食品です。動物用のペットフードにも該当いたします。人用動物用合わせまして食品の生成加工それから施設設備成分用途こういった要因効果を考慮することが求められています。予防管理というのは企業を最小限に抑制あるいは予防保障するために必要な措置でございまして内容といたしましてはプロセス管理これを考えていただく必要があります。また食物アレルギーの管理衛生管理サプライチェーン管理そしてリコール計画です。予防管理これは CCP 重要管理点があればそれにそこの管理は必要です。また CCP の以外の食品安全性のために適切なものがありますということで HACCP と食品安全ちょっと違います。 HACCP の方は CCP なんですけれども食品安全計画はそこからさらにそれ以外も含むということです。で2つの以下の場合には計画は必要ありません。つまり流通チェーンの後の方で別施設により管理される場合です。例えばコーヒー豆ですとか例えばサルモネラの危害がないよというような場合つまりさらに加工されるということで非常にきちっとした管理がある場合ですね。もう一つの場合といたしましては そのチェーンの後の方で管理があるわけです。つまり予防管理がなくてもその後の方で管理される場合その場合にはそういったものに関して具体的に後で別施設に管理されるということであるのでまた危害が管理されている保証の確保が必要であります。そして予防管理監督の構成要素です。これにはモニタリング是正措置そして検証がありましてそれに関連する記録がここに該当します。ハザードプランとの違いになりますけれどもすべての予防管理においてこれらすべての構成要素が揃っているという必要はありません。ですがその予防管理の有効性そして本質役割等を考慮に入れながら効果を保障するために適切に行っていくということが求められます。例えば機器の殺菌などであったとします。食物アレルゲンの混入を防ぐために設けられる予防管理というのは例えば微生物に関する予防管理例えばキルステップのようなものとは全く違うものになるかもしれません。で検証というのがこの食品安全性計画の中で非常に重要なステップとなっています。これは施設食品そして予防管理の本質に適切な以下を含みます。まずは予防管理の検証これはプロセスコントロールの検証ということになります。そしてモニタリングまた是正措置の検証
先ほど申し上げたプロセスのモニタリング、また検証用計器の構成、製品検査、環境モニタリング、そして記録の検討、そして再分析です。すべての施設において環境モニタリングまたは製品検査を行わなければいけないというわけではありません。あくまでもその施設、食品、そして予防管理の本質に適切であればそれを行うということが求められます。そしてこちらですけれども、食品安全性計画とハサプ計画を比較したものです。まずハサプの方から見てみたいと思います。まず危害分析から始まります。この分析の中で CCP を特定します。そして危険度の限界、クリティカルリミットと呼ばれるものを設定します。これは CCP に設定するものです。そしてこの CCP のモニタリングを行い、そしてきちんと実行されていない場合に是正措置を取ります。そして計画が意図する通り実行されているか検証をし、そして全てを記録に残します。一方の食品安全性計画ですけれども、初めは全く同じです。危害分析から始まります。そして危害分析から予防管理の識別特定につながります。この中にはプロセス管理が含まれる場合もあるでしょう。そしてプロセス管理の場合にはパラメータ、最小値、そして再動値が含まれます。基本的にはハサプの方の CCP と同等です。しかし例えば食物アレルゲンですとか衛生に関しましては、ハサプとは違うものになるかと思います。そしてモニタリング、是正措置、そして検証、これはハサプの方と同じです。しかしその性質については、内容についてはどういった予防管理を行わなければならないかによって変わってきます。そしてもちろん全てを記憶に残さなければいけないという点は同等です。それでは次にサプライチェーン制度についてお話ししたいと思います。この部分が非常に分かりにくいということだと思います。全ての施設がサプライチェーン制度を持たなければいけないというわけではありません。製造加工施設を行う場合、原材料や他の成分における危害の管理を保障するためにリスクに基づくサプライチェーン制度を備えていなければなりません。これをサプライチェーン制度と呼んでいます。つまり原材料を受け取る製造加工施設で、その原材料に関連する危害があった場合、もしこの施設が何か予防管理を行わない、そして後の流通プロセスにおいて管理を行わない、その場合に原材料を受け取る前にすでにそのような管理が行われているという場合には、製造加工施設はそれを検証しなければなりません。つまり受け取っている原材料、またその他の成分が安全なのか、それをきちんと調べしなければいけないということです。そしてこのサプライチェーン制度で求められることですけれども、まず認可された供給業者を使用しているということ、そして適切な供給業者検証活動の決定を行い、実施、そして記録を保持することが求められます。受け入れ施設で何か別の施設がそういった活動を検証している場合に、そういったところからの情報を入手する必要があります。また FSBP 要件遵守というのは、この PC 予防管理の供給業者検証要件に合致するということを申し上げておきます。FSBP 要件については後ほどもう一人の講師の方からご説明がありますので、そちらの方で確認をしていただければと思います。そしてこの供給業者検証活動ですけれども、現場監査が含まれます。最も深刻な危害、例えば死亡などにつながるようなものは不履行となります。そして標本の抽出、そして検査が含まれます。また関連食品安全性の記録の確認検討も含まれます。その他の活動ということで柔軟性を持たせています。供給業者によってその活動の内容は変わってきますけれども、例えば非常に複雑な供給業者検証活動をすでに行っている施設もいくつもあると思います。すでにうまくいっている活動についてはそれを変えていただく必要はないと思います。したがって適切な他の活動ということで柔軟性を持たせています。基本的に管理されている場所において、その危害の本質に基づいた活動と頻度、そして供給業者の業績に基づいて行います。この供給業者が以前 FDA のアラートリストに載っているのか否か、そういった業績等にも基づきます。
そしてこれまでの業者の業績、何年も問題がない、そういった業績も考慮して頻度であったり活動の内容というのを特定していただければと思います。この部分非常に複雑ですので、きちんと解釈をしていただくためにヘルプが必要だと思っています。そのためにガイダンスの文書をいくつか用意しています。そのうちの一つが危害分析及び予防管理に関するガイダンスです。これは一般的なドキュメントで、食品の種類によってどういった危害が想定されるのか、そしてどういった一般的な予防管理があるのかというのを説明しているガイダンスです。その他に環境モニタリングについてのガイダンスもあります。これはレステリアなどの環境モニタリングに関連してのガイダンスです。その他に食物アレルゲン制御についてのガイダンス、プロセス管理の検証についてのガイダンスも用意しています。そしてサプライチェーン制度、これについては非常にガイダンスが必要であるというふうに感じています。外国供給業者の検証だけでなく、サプライチェーンの予防管理という観点からも必要だというふうに思っていますので、ガイダンスを用意しています。そして小企業を遵守ガイドということで用意しています。これは人用食品です。でもちろん今後ですね、より商品ごとですとか、さまざまなより詳細なガイダンス等が出てくると思います。また現行の製造管理及び品質管理に関する基準ということで、新たに適用される概念ということもありますので、これについてのガイダンスもあります。そして動物用飼料として使用する人用食品副産物、これについてのガイダンスもあります。人用の食品を製造する上で出る副産物、それが動物用飼料の製造に使われるという場合もあるかと思いますので、もし人用と動物用両方の予防管理、両方を遵守しなければならない施設があった場合にどうすればいいのか、そういったガイダンスです。基本的にこの副産物を保管するだけ、そこからさらに加工しない場合にはどうなのか、また保管する場合であれば、この動物用飼料に関する予防管理の適用は必要ないというふうに書かれている項目があります。また動物用飼料の方のチームで動物用飼料に特化した危害分析、また予防管理についてのガイダンスを準備しています。また規則遵守のために小企業、また零細企業が講じる必要のある措置を説明する遵守ガイドということで準備をしています。伊藤さんの方からすでに質問を投稿する場合にはどうすればいいのかご説明がありましたけれども、こちら一番このページの一番下の部分、コンタクトアスというリンクがありますので、そこをクリックしていただいてフォームに質問を入力して送りいただくことが可能です。で、匿名ではあるんですけれども、メールアドレスから分かってしまう場合がありますので、もし企業名またはご自身の名前、本当に匿名にしたいという場合であれば、Eメールアドレス変えたものから、違う Eメールアドレスから質問を提出していただくことも可能です。私からの説明は以上です。で、私だけでなく私の他のチームのメンバーもこちらにいますので、何か質問があればマイクをスタッフの方が持っていってくださるので挙手をお願いいたします。